PEGI 12.悪魔の実の能力には本作の最大の売りであるロギアムーブ、ロギアガードのあるロギア系をはじめ、変身を主として戦うゾーン系、まあ、その他パラミシア系の様々なキャラクターが登場します。原作で悪魔の実の能力を持ったキャラクターは何かしらの能力を持っているっていう実装になっています。今回の、悪魔の実の能力と覇気の関係性は、能力者であれば能力者ボタンというものがあるので、そのボタンを押していることで、各キャラクターの悪魔の実の能力を発揮することができます。で、そのボタンを押している間だと、まあ、強力な攻撃が出せたりします。あとは、ロギア系の能力者であれば、ロギア状態になり敵の攻撃を回避して、まあ、すぐに反撃できたりすることが可能です。あと、まあ、それを打ち破るのが、覇気使いの覇気攻撃であって、まあ、能力者ボタンを押しながら、攻撃することで、敵のロギア状態を破壊して、まあ、攻撃に移ることができます。まずキャラクターの見た目とマップの背景の見た目を合わせるところにものすごく苦労しました。でそれを解決するために、まあ、数多くのフィルターを使用したり、まあ、あとあえてリアルな光源の計算などをしないことによってキャラクターをきれいに見せるというところで問題を解決しました。覇気や、悪魔の実の能力を持たないキャラクターに関しては、一応、まあ、全体的にバトルを、まあ、バランスとって全く戦えないわけではなく、まあ、ロギア相手だ と攻撃をしていてロギア回避された場合、能力ゲージというゲージがあるので、そのゲージが消費されていきます。でそのゲージがなくなるとロギア状態ではいられなくなるので、その隙に攻撃をしたりとか、あとは、ガードブレイクという全キャラ共通にある攻撃がありまして、その攻撃であれば、まあ、ロギア状態でも破壊して攻撃することができます。まあ、ワンピースのキャラクターもすごいデザインが複雑で、まあ、個性的で、まあ、能力や武器もキャラクターによって全く違うというところで、その下準備をする、まあ、時間ですね、それを、まあ、開発の前半多く費やしました。ワンピースバーニングブラッドのタイトルに携わって今回一番満足している点は、キャラクターの個性、凄さといったものをアクションゲームとしての遊びに落としたところで、演出だけじゃなくゲームとして楽しめるようにできたことです。